はい、はい、手を挙げてくださいね。もしリクエストありましたら手を挙げてください。じゃあ真ん中の行きます。まあ、孫賀王さんの名前が呼ばれた時には、まあ、あ、なるほどっていうか、あ、これはこの作品にとっては本当に最高のゴールなんだなっていうのは、あの、名前呼ばれた瞬間に気づきました。僕の方も、まあ、僕の演出で孫賀王さんがというよりは、本当に、まあ、あの、パクチャノックさん、ポンジュノさん、イチャンドンさん、どの監督で撮ってもおかしくなかったと思いますので、本当にあの、むしろ申し訳ないなという、僕が監督したタイミングで彼の受賞というのは、まあ、作品にとってはとてもラッキーですし幸せですけども、ちょっと韓国の監督たちにとっては、僕らの三冠王って気持ちがどっかにあるんじゃないかと思うので申し訳ないという気持ち、ちょっとあります。自分がなかなか生まれてきてよかったのかっていうことをね、やっぱ確信を持てずに大人になっていくっていう、なんかそういう声に触れた時に、これはもう本当にあの、母親の責任というよりは確実に社会の責任だから、社会の側にいる大人の一人として、その声にはきちんとした何かアンサーをしてあげないといけないのではないかということを、まあ、フィクションという映画ではありますけども、今回は言葉にしてみようかなと思ったんですよ。それは。